本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから第4回の専門家会議を開催いたしたいと思います。本日は新井先生と本間先生より欠席のご連絡をいただいております。また、傍聴の方にお知らせします。ご質問やご意見等のある場合には、お渡ししました別紙により記載の上お帰りまでに受付にお渡しください。前回の会議でフロアからの意見として、傍聴の方々の不規則発言で議論が妨げられたことに対し、事務局はしっかり対応してほしいとのご意見が寄せられましたので、お静かに願いたいと思います。不規則発言等ございましたら退席していただく場合や、また次回からお断り、参加をお断りすることもございますので、ご了解いただきたいと思います。何とぞ会議の円滑化運用にご協力をお願いいたしたいと思います。またいただいたご意見に対して個別の回答はいたしませんけれども、今後の議事運営の参考とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは冒頭、まず井上副大臣より開会のご挨拶をいたします。環境副大臣の井上真嗣でございます。本日この平日の夕方のお時間、お忙しいところにもかかわらず、永滝座長をはじめとして委員の先生方、また今日ヒアリングでお越しをいただきました有識者の先生方にも感謝を申し上げたいというふうに思っております。さて、先般東日本大震災から3年が経過をいたしました。原発事故に関する健康管理につきましては、福島県の県民健康管理調査の甲状腺検査も1巡目の検査が終了するなど着実に進めているところであります。また国際的にも大きな動きが出てきており、アンスケアからは今回の事故による放射線影響評価に関する報告書が来月には取りまとめられると聞いております。今後これらの知見を総動員をし、健康管理の在り方についての議論を深めていくことが非常に重要と考えております。さて、本日はこれまでご議論を重ねていただいた被爆線量の評価についてまとめの議論をしていただきたいと思います。本専門家会議として、今回の原発事故による住民の被爆線量がどのくらいあったのか客観的に評価をし、そして次回にはぜひ取りまとめもしていただきたいと考えております。この評価結果は今後、今回の事故による健康影響を科学的に評価していくため、また効果的な健康管理施策を検討していくため基礎となる極めて重要なものとなります。また本日は前回と同様に有識者の先生方からのヒアリングを予定しており、国会事故調の委員であった崎山久子先生、また長期低線量被爆の健康影響について精通をされておられる秋葉澄則先生の2名にもお越しをいただいております。健康管理の問題につきましては、とりわけ住民の方々の関心も高く、有識者から広くご意見を伺って、その上で第一線の専門家が集まるこの会議において議論を深めていただきたいと思います。今後もしっかりと議論を重ねていただきたいと思いますけれども、他方で早期に住民の不安に応えるためにも、来年度のできるだけ早い時期には一定の取りまとめも示していただきたく、改めて引き続きのご協力もお願いをいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。続きまして、浮島大臣政務官からのご挨拶をいただきます。担当の政務官の浮島でございます。本日は遅い時間の開催にもかかりませず、このようにお集まりいただき、心から感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にいつもありがとうございます。また先ほど井上副大臣の方からもございましたけれども、発災から3年が経過し、事故に伴う放射線の健康管理の影響につきましても、福島県健康管理調査を着実に進めていくだけではなくて、これからはその結果を正確に住民の皆様にお伝えしていくことが必要、重大であると考えているところでございます。国内外の専門家の皆様にしっかりとご評価をいただくとともに、重要な段階に入ってきていると承知をいたしているところでもございます。
その中でも同専門家会議では線量の把握、評価、健康管理、医療に関する施策のあり方等を国として検討することになっておりまして、まさに住民の皆様のご関心に密接した内容でありまして、いつも大調査の方も多いことに見られますけれども、本当に国民の皆様の関心が高いというところが分かっているところでもございますけれども、今後とも委員の皆様のご意見、そしてヒアリングでお招きさせていただきました専門家の皆様のご意見、本会議でご議論いただいたご意見をしっかりと執着をさせていき、そしてなるべく速やかに中間的な方針、そして方向性をまとめさせていただきたいといただければと考えておりますので、どうか今後とも大変お世話になりますけれども、よろしくお願いいたします。本日も議論の方よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。なお井上副大臣、ありがとうございました。なお井上副大臣、福島政務官におかれては公務多忙により途中退席させていただきますので、あらかじめご了解いただければと思います。続きまして、本日お配りいたしました資料について確認をいたします。お手元の資料、議事次第と、委員の名簿、それから資料1、資料 2-1、2-2、資料 3-1、資料 3-2、資料4とございます。加えまして、石川委員からの提出資料が1点、また参考資料として参考資料 1-2-3 とございますので、ご確認ください。ない場合にはこの事務方の方へご連絡をお願いしたいと思います。それではこれより議事に入りますので、以降の進行につきましては座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それではこの第4回の専門家会議の議事に入ります。本日はお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。第議題の1は今後の議論のスケジュールについてということでございます。これも前回のご要望のございました点を最初にまとめて、事務局からご持ち物を送っています。よろしくお願いします。それでは事務局の方から資料の説明をさせていただきたいと思います。使います資料は資料の1を中心にご説明させていただきたいと思います。で、冒頭恐縮ですが、参考資料の1でまず本専門家会議の要項をちょっとご用意させていただいているんですけれども、この会議自体はもともと事故直後の、健康管理ということで今は福島県を中心に実施をいただいているところですけれども、国の窓口が投資ということもございまして、その健康管理のあり方について国として改めてご評価をいただくという形というのが、大きな目的でございまして、でその中でさらに加えさせていただきますと、子ども被災者支援法という形で略で呼ばれますが、そちらの法律で健康管理について、国が責任を持って、対応するということがございまして、そういったものを踏まえて、この専門家会議を開かせていただいているというものでございます。ご名取りをいただいて、この知恵で子ども被災者支援法における基本方針についてということを記載してございますが、これの一番下でございます、被爆料の観点から事故による放射線の健康への影響が見込まれ、支援が必要と考えられる範囲を検討するなど、県民健康管理調査や個人線量把握の結果等を踏まえて、医療に関する施策のあり方を検討すると、これ閣議決定で基本方針の中で記載をさせていただいたものでございますが、こういう形で被爆に伴う、健康影響を、しっかりご議論いただくという形でこの会議を設けさせていただいたという経緯がございます。でその観点の中で、すみません、資料の1に戻っていただいて恐縮ですが、昨年の11月11日に第1回を開催させていただきまして、1回目は全体像をご説明をさせていただいた上で、2回目12月に開催をいたしましたところ、3回目、両方は特に被爆線量の評価に関わるところについて、しっかりとご議論をいただいたところでございます。特に議題2に関わってまいりますが、甲状腺の一番最初の調査につきまして、どれぐらいクオリティが説明できるかという形で、中心ご議論いただいたと承知をしてございます。
で、まあ、本日第4回ということで、先ほど副大臣からご挨拶もありました通り、まあ、被爆線量の強化2回ほど、前回1回目も入れますと3回ご議論いただいていることもございますので、そういったところの評価と、また被爆に伴ってそれぞれ被爆に応じて健康影響というものを考えなければならないというリスクを考えるということもあると思いますので、そちらのリスクの考え方について、まあ、ご議論いただきたいという形でございます。で、ここまでが現状今日までということでございますが、今後も皆さんお忙しい中、大変日程調整にご協力をいただきまして、大変ありがたい状況でございますが、 1,2 ヶ月に一度はぜひこの会議開催をさせていただきまして、で、まずアンスケアの報告書が来月早々には出るという形で伺っておりますので、まあ、次回国際的な評価ということをしっかりご議論いただくことも重要かと思いますので、アンスケアの報告書も次回ご提示をさせてご議論いただきたいと思っております。これが第5回ということでございまして、で、次のボスでございますが、被爆線量にかかる評価、まあ、本日資料をご用意しておりますが、これ簡単に結論を出すというわけにもいかないと思いますので、まあ、資料を見ながらご議論いただきまして、最終的に文書の形でまとめていきたいと思いますので、まあ、キックオフはさせていただきますが、これは他の議題と並行してしっかりやらせていただきたいというふうに思っております。で、被爆と健康影響に関しましては本日資料でご提示をいたしますが、まあ、本日も含めまして必要に応じて、まあ、1,2 回だいたいこういう、被爆に関してリスクをこれぐらい見込むんだなという話をシェアいただければと思っております。で、さらに、まあ、その被爆と健康影響という話が出てきた場合に、健康管理であるとか医療の支援であるとか、そういったものをどういう形で実施していくかという形に議論が進んでいくと思いますので、例えばのページでございますが、県民健康管理調査の詳細調査で、まあ、今の福島の現状というものが見えてきているということがありますので、まあ、そういったもののご評価でありますとか、例えば関心の非常に高いところで言えば、まあ、甲状腺がんということがございますが、そういう甲状腺がんについて、まあ、医療上どのように取り扱っていくのが、まあ、医学的なコンセンサスがあるものなのかというような形、これはおそらく住民の方々にも非常に関心の高いところだと思いますので、まあ、形としては 2,3 回程度という形でこれ丁寧にご議論を賜ればという形で考えてございます。で、まあ、そういった議論に出ますと、まあ、およそ議題としてお願いをしております線量の評価、健康管理の在り方で、最終的な支援の在り方というものがシェアできていくのかなというふうに考えておりまして、その後で、まあ、中間取りまとめという形で、まあ、全体像についてご議論を賜ればという形でございます。で、最後の時に記載をしております通り、専門家の先生方、多数の先生方にご参加をいただいているんですが、まあ、幅広に専門家の先生方から意見をいただくことが非常に重要だと思っておりますので、この議論の節目節目で専門家の先生別にお呼びをさせていただいて、ご意見を賜って、そのご意見も踏まえて最終的な中間取りまとめに向けてご議論いただきたいという趣旨でございます。で、およそ回数を示しましたが、あまりこの回数でカチッと終わるのでもう議論やめましょうみたいな強引に進めるものではないと思っておりますので、その辺は先生のご意見、先生方のご意見のたまり方拝見させていただきまして、議題の方はまたご相談をさせていただくという段取りをさせていただきたいと思います。で、裏今申し上げた裏に参考という形で本地化しておりますが、基本的に口頭で今私ご説明をさせていただいたものと同様でございます。第4回までご議論いただいたこと、被爆線量の評価については他と並行して議論をしていくこと、で、健康影響あり方という形で議論して最終的に中間まとめをしていくという段取りで考えておるものでございます。事務局から以上でございます。どうもありがとうございました。今後の議論のスケジュールについてということで、比較的詳しくお話しします。まず、この議論のスケジュールについて、ご意見ございましたら、ぜひどうぞお願いいたします。まあ、線量評価をかなり時間をかけて、了解いたしましたが、これも急いですぐに結論というわけではない。途中で何かあれば、いつでも議論を議題にするというぐらいのフレキシビリティを持っておりますし、まあ、その次には被爆線量に関わる評価と、それから被爆線量と健康影響、でその次はその調査結果を踏まえて福島の県民健康管理庁に、それで健康管理のあり方、それからまあその後のことも考えながら中間取りまとめ
今のところはこういう予定でございますが、何かご質問ともご議論ございましたらどうぞ。よろしいでしょうか。まあ決してこのスケジュールを作ったからこれ他に動かないというわけではありませんので、まあ一応こういうところづもりでということでご了解いただければ次に進みたいと思います。よろしゅうございますか。それではここから少し時間を長く取れると思いますので十分に議論していただきたいと思います。課題の2の被爆占領に関わる評価について、ここに A さんのかなりの資料がございますので、いいことをご説明いただきまして、この後ゆっくりと議論していただきたいと思っています。どうぞ。はい、では事務局から資料2についてご説明をさせていただきたいと思います。この議題2に関しましては、資料2の1、2の2と参考資料の2という3つの資料を使わせていただきたいというふうに考えてございます。でまず資料の構成でございますが、資料の2の1、傍聴の方々には A4 に縮小して申し訳ないんですが、議場の皆様には A3 という形で表を配らせていただいております。でこちらでございますが、これまで1から3回まで占領評価をご議論いただきましたものについてまとめてございまして、1枚目が一番議論のございました甲状腺の被爆、2枚目が外部被爆、これ甲状腺を除いたものでございます。で3つ目は内部被爆という形で、県外でそれぞれどういう事実関係について、ご披露させていただいたかということと、であとそれに対して、それぞれどういう、ご評価といいますか、先生方から、ご発言があったかという形でまとめておるものでございます。簡単にご紹介をいたしますと、甲状腺被爆につきましては、左上のカラムが四角で囲みます。左上が福島県内現状事実という形になるのでございますが、測定値については1080人 の, データにつきましてご説明をさせていただいたものでございます。でその中でバックグラウンド値について結構議論がございましたが、これは着衣のまま襟下から肩口の位置を、体表面の空間占領率を測定しながら個別にバックグラウンドとして測定をしたという形で、これも資料データとしてお示しをさせていただいたものでございます。でその他の実測データでございますとか、ポールボディカウンターによるセシウムの測定値から要素セシウム比を仮定しての推計、あるいは大気モニタリングデータでの推計、大気拡散シミュレーションからの推計で、これをまとめて平成24年度に放射線総合研究所の方にお願いをしまして取りまとめた推計値などを、ご披露させていただいたものでございまして、で参考資料1を参照になっておるんですが大変申し訳ございません、これ参考資料2でございまして、で参考資料2の方にはお話をいただきましたことを細かく改めてまとめ直しをしておるものでございますので、データもしお気がかりの点がございましたら参考資料2も引用しながらご検討いただきたいと思っております。でそれに対する評価という形で資料2のうちに戻りまして、福島県内の評価という形になるのでございますが、小児甲状腺のスクリーング検査については、これはまず24年度の実績として、委託事業の報告書という形で 0.01〜0.02 マイクロシーベルトパワー程度の小道はサーベイメーターの指示値の統計変動範囲に含まれる可能性があると、今後詳細な調査を継続して進める必要があるが、本スクリーニング検査の検出下限値は甲状腺量で10ミリシーベルト相当であると見積もられると、これはこういう資料に記載したデータということで記載をさせていただいて、それを踏まえて例えばお名前を出して恐縮ですが、長崎座長から全体的にその50ミリシーベルトを超えるものではないのではないかと、あるいは春日先生の方から春日委員の方から着衣表面とバックグラウンドで、正しく測れているのかどうかという話がございまして、で、第3回に新山先生にお越しをいただきましたが、その時にどれぐらい の, クオリティで、実施をしているのかという形でご説明をいただいた上で
て、実際 の、 司法ミスとして出している値がどれぐらい のばらつきを、考えるものなのかという形でご披露いただいて、最終的に、当時の基準である、0.2 を超えていないという形で、お話をいただいたものでございます。でなんかやり取り確認で申し訳ありませんが、それから春日先生の方から、被爆の基準値を大きく超えるものであるかと、おおむね理解、この1080のデータについて、ご意見を賜ったというふうに理解をしております。そういう形で不確実性、当然、1080人という限られた ある程度の割合ではございますが、全体では 100% ではありませんので、そういう形を考えますと、他に利用可能なシミュレーションのデータとか、そういう形、いろんなデータを取りまとめて、最終的な、甲状腺 の、 被爆線量について、議論をしていくべきという形で、ご意見をいただいたという形で、で番先生から、番委員からもご発言ございましたが、あくまでこれ、例えば推計値でございましたら 90% 対立値を示したりでございますし、1080のデータにつきましてもしっかり調査ではございませんし、サンプル、ランダムにサンプルを取ったという形で疫学的にクオリティを高めてという形でいきますと、限界があるものでございますので、当然その極端な例という形は念頭に置いて、ご議論してはどうかという形でご意見を賜ったというふうに理解をしております。でまた北西方向につきましては、これ第2回にご意見栗原先生にお越しをいただきましたが、要素の濃度が高いところということで、北西方向でこの1080のデータ以外に常波先生が浪江町でご調査をされてますけれども、そういう形でされた調査の結果についてもご披露いただいて、で南方向につきましてはセシウムだけで見ますと北西方向だけ意識をしてしまいますが、最初 の、 ダブルスピーチの結果を見ますと南方向にも飛んでいるので、そういったところに対しての、留意も必要であると、そういう時にこうシミュレーションなり1080の中のいわきの方にもご参加をいただいておりますので、そういったデータが貴重になっているということでございます。ですいません、2の1の甲状腺が一番先生方でご議論いただいたので少し説明が長くなって恐縮ですが、福島県下につきましては実際のところ資料として出させていただいたのは栃木県の報告書のデータでございまして、これ1080のデータで調査をしたところというのは WSPD で100ミリシーベルトを超えるかもしれないという形で調査を開始をしたという伺っておりますが、そのシミュレーションの中で栃木県全域は5ミリシーベルト未満という形で推計をされているという現状、これは資料としてお示しして、あまり丁寧にご説明はしておらんのですが、資料としてご提示をさせていただいたものでございます。で実際そのプルームの影響としては県内のプルームによる被爆地が県外にもそのまま当てはまるものではなくて、県外の土壌汚染濃度ということを考えれば、要素による被爆量値というのは県内に比べて、低いのではないかという形で本委員からご発言をいただいたものでございます。その他栃木県 の、 報告書そのまま引用させていただいて恐縮ですが、これは栃木県全域 WSPD の、シミュレーションで5ミリシーベルト未満であるという形で言われていて、これは仮定として3月15日から23日まで24時間屋外に続けたと仮定した場合の推計値だということで、遮蔽の効果とかということを考えると実際に被爆線量はさらに低いものではないかと、これはあくまで専門家会議の意見ではなくて、こういう、評価がございましたという形で資料としてお示しさせていただいたものでございます。であと2枚簡単にご説明をいたしますと、内部被爆に関しましては、どちらかというと委員の先生方からご発言があったというよりも、少し甲状腺の方にしっかりご議論いただいたこともございまして、特にご評価の部分は資料として提示させていただいていることに書いてあるもの の、 中を引用しているものですので、これ改めてご意見を賜ればと思うんですが、福島県内に関しましては県民健康管理調査の結果であるとか、ガラスバッジの結果、あるいはこれは今中哲司先生京大 の、 教授でございますが、その先生が独自に飯舘村で研究をされたデータなどをお示しをしてご議論をご提示をさせていただいたものでございます。で福島県外に関しましては放射線等 の、 分布マップ、これ文科省が土壌モニタリングで取
ておりますので、そのデータを示させていただいたりとか、あるいはあの筆保地区の、これはあの宮城県の、有識者会議の報告書から引用させていただきましたが、あの、間取りではどれぐらいの形であるかとか、あるいはあの東北大学 の、 あの監修のもとにあの調査をしたあの空間線量の、まあ、結果であるとか、あのそういったあの推計ですね、すいません、あの年間の被曝量の推計値であるとか、そういったものをあのご披露させていただいた上で、あのここをあのそれほどあのこの方ではご議論いただいておりませんが、まあ、現状の評価、あの資料としてを示させていただいたものは、あの県民健康管理調査の検討委員会の資料の中にあるあの放射線による影響があるとは考えにくいという形 の、 あの指導を提示させていただいたこと、あの栃木県 の、まあ、あの評価の中で、あの事故後1年後の追加被曝線量は県内の多くの地域で、まあ、これ栃木県内の多くの地域で5ミリシーベルトまでで収まるであろうという推察であるという形の、まあ、資料を提示させていただいたりしたということがございます。で最後の3枚目でございますが、これは内部被曝でございまして、県内でお示しさせていただいたものは福島県内のホールボディカウンターの結果でございます。18万人やらせていただいて、あの具体実行線量の、まあ、結果について、まあ、お示しをさせていただいたものがございます。でそれに対してあの福島県の、まあ、現在の評価として、すいません、全員健康に影響が及ぶ範囲ではないという形をしているというのを資料でお示しをさせていただいたところと、またあの影前調査みたいな話はあの県外 の、 あの資料でもお示しをさせていただきましたが、栃木県におけるあの健康影響の報告書の中 の、 あの学校給食やホールボディカウンターによる、まあ、ご評価の状況、あるいはあのマーケットバスケット指導、これはあの口に入る前に、まあ、どれぐらいあのコントロールがなされているかという形の指標になるかとは思いますが、あ食品 の、 あの測定結果について、まあ、影前指標による推定でございますとか、そういったものをあのデータとして、まあ、一応お示しをさせていただいたものでございます。でその中であの検出限界未満ということで、県外に関しましてもこれ栃木県でございますが、あのこれで極めて微量であるという形のご評価をいただいているということをお示しをさせていただいたものでございます。であの今回あの2の1で主にあのご議論たまればと思っているところでございますが、あの特に高度線の部分はあの専門家の先生方から主ご意見をいただいて、少しあのまとめに入る際にあのごいあの大体のご発言を、まあ、シェアできているのかなというふうに思っておるんですが、あの例えばあの外部被曝に関する県内県外の評価でございますとか、あの内部被曝に関する評価でございますとか、あのそういったところについてあの主に、まあ、ご意見を賜れるかというところあの ご評価をいただければと思っております。でまたあのすいません、資料2の2の方でございますが、これは今後の線量科学評価という形で、あの来年度以降あのどのような形であの計画をしているかという形でお示しをさせていただいたものでございますが、あの1に関しましては、あの事故直後 の、 あの甲状腺の被曝について、まあ、さらに精緻化をするということで、あのやる調査自体は未来なんですけど、あの調べるデータは過去ということになりますが、あの被曝線量と行動記録による結合によって、あのシミュレーションの精度を上げていくでありますとか、あの食品飲料水の経口摂取による被曝線量の推計、あの個人で日本人の甲状腺要素の取り込み率による調査、体質拡散シミュレーションの精度向上、あるいは要素129の土壌沈着量から131の、沈着量の推計、海外の実測データ等の集めた精緻化という形で、これあの来年以降あの環境省で、あのこれはあのお願いをして、あのまた。